ついに待望のシルビア180ビデオ送還、待ってました。僕らも嬉しい。これが見たかった、作りたかった、マジです。究極シルビアを求めて、その歴史とともに純が SR を語る。谷口が一山で小口に挑む。最新シルビア情報満タン。夢の対決実現する。シルビアグリップマシンはこう乗り、このように作る。ドライバーを持ち、この人モン吉オリド。的確なアドバイスに注目。そのテクもいただけ。古さをみじんにも感じさせない180、その最新シャコタンマニア情報をお届け。 S13-1415 世代に合わせた走り、そのマシン特性、シルビアを乗り継ぐ谷口が的確にアドバイス。この一見何の変哲もない2リッター4気筒のエンジンに執念を燃やし続け、こだわるチューナーがいる。95年のレース始めた時からだと、そのリストリクターっていうものがあって、要は500馬力ぐらいがまあ規制にあったわけですよね。それをやっぱりチューニングしていくっていうことでいったら、そのリストリクターを取って、やっぱりその当時の矢田部でですね、やっぱり何キロ出るかっていうのをやっぱりチャレンジしたいっていうのはチューナーとして考えるんですね。どこまでも出していきたいっていうのはあったし、軽い SR エンジンにアンビを組むモンスターエンジンを打ち破る可能性を見た小山。計測器がおかしいから分かんない。GT ベースの純 SR スペシャルエンジンを S13 に積み、矢田部に持ち込む。313っていうと、とりあえず計算値通りでね、あとこっからはミッションとの戦いじゃないかなっていう気がするんだけど。久しぶりに200マイルカーが出ましたよ。 GTR あたりもね、320スッと出る車ないのに、これやっぱすごいわ。自分たちがこう速さっていうものを求めてった時に、じゃあこの車で軽くしてったらゼロ4ってどのぐらい出るんだろうっていうのがやっぱり次の目標で、次のステップを望んだ小山はドラッグの本場アメリカへ。究極まで軽量、ドラッグ用に研ぎ澄まされた S14 で新たなチャレンジ。その当時のアメリカで一番速くまで9秒7ぐらいだったかな。でやっぱりそこのその当時のやっぱコースレコードも作れたし、ゴールスピードの新記録も作れたし、それは非常に満足しています。エンジン的には基本的に今までの流れの中にあるものの中から、やっぱりラジアルタイヤなんで500馬力が一つの目標として使いやすいエンジンを、目指していこうと、そんな感じでやってきましたね。で今この車は非常にもうフラットトルクで、マックスパワーよりも中間トルクを、重視したようなセッティングになってます。 SR で最高速ドラッグとステップした小山、次なるステージはサーキット。トータルな意味での車の完成度が問われる場。
54、一応自己記録は更新。筑波で今のところ59秒4まで行ってますけど、タイヤがの横浜の新しいタイヤになって、この間があのタイヤに対するサスペンションのセットアップが初めてみたいなところがあったんで、まあ今まで使わせたタイヤと違うんで、このタイヤを迂回するような足回りセッティングとか、ちょっとあのブレーキの問題があったりとかそういうのしたけど、そういうのが少しずつクリアになっていけば、58秒台は絶対出ると思いますね。この辺はね、やっぱり一つの、意地みたいなものはあるかな。やっぱり SR をその当時ガラスのエンジンって呼ばれてたものを、まあ自分たちが一番最初にやってると思ってるんで、チューニングに対するこうモチベーションを持ち続けるっていうの、そういう目標として考えてますね。 SR20DT、 それは不屈のチューナー魂を絶えず刺激し続ける。2001年小山 SR と共にドルステージ。ドリフト界のカリスマ小口佳則、自らが手掛けたというスペシャル180の走りは圧巻の一言。常にスタイルとスピードを追求したそのスペックは多くのファンを魅了した。そこには真の遊び車を提唱する彼流の主張が込められていたのだった。だから見せるだけじゃなくて、やっぱ速さも欲しいし、それが自分のスタイルなんで、これだけはちょっと譲れないですね。にやろう、かっこいいなこれ、小口の野郎。初めて下回り見たけど、ほんと暇なの。小口とは正反対、沢の線に走った谷口は妬ましかった。で、これが俺が手に入れたベースマシン、シルビア。180は高くて買えない。 NA のヒューズ、走り屋はあんまり選ばない車だから、程度がいいからこれをベースにします。なんせ安い。そこでシルビアマニアの館を訪ねることになったのだった。お、今かっこよすぎる小口をやっつけろ。そこでのシルビア大改造計画。しかし谷口は何の技術も金もない。さあどうしよう。ボロ。普通の客はビビって入りづらい恐怖の8畳一間に突撃。なんだよ。ちょっと来て。今忙しいんだよ俺よ。いいよ聞いて。なんだよ早く。うるせえなバカが。来て。なんだっつってんだよ。買った。なんだこれ。いじっていじって。バカじゃねえのこいつ。これね、小口に勝つ。あ、小口知ってます？小口は相手でなんか最近こうすごいこうビデオでも取り上げられて、こうかっちょよくこうものすごいスペシャルな車を作って、かっこいいのなんかこの間ビデオで見たけど、おちょっとなんか見たことあるわ。ちょっとね、はい、俺がこれでオートマで勝つんじゃん。乗せ替えて。ごめんなさい、乗せ替えて。こんなんで小口に勝てるわけねえだろお前。バカお前、俺んちはお前のお前そんなくだらない趣味に付き合ってること暇じゃねえし、お前そんなこと付き合ったらお前会社潰れちゃうわお前。見ろこの建物。バカ野郎。うん、すごくそのごもっとも。口と店の作りは悪いが、心は優しいおかちん、やっぱり始めてくれました。そしてその日の夕方にはもうご覧の通り、徹夜続きで見るからに不機嫌そうなおかちん。谷口を呼んでるってことはできたのか。めちゃめちゃ大変だったお前。でしょうね。お前になんか乗らしたくねえわ。本当にもったいなくて。おかちんを寝不足にした打倒小口メニューはこの3つで構成された。まずはエンジン、新しい SR に乗せ替え丸ごとパワーアップ。続いて6速クロスでハイスピード全域ドリフト。そして決め手の S1 号足回りの移植で小口をグイグイ追い詰めるつもり。ネタンだ勢いで企画されたこの3大要素で A 格好180をやっつけられるのか。ズバリね、はい、小口に勝つための、はい、一音エンジンだよこれ。
1号エンジンなんか、まあ1号エンジンじゃなかったんだけど1号エンジンだったんだけど、1号エンジンなの、うん、まあ1号エンジンでも同じだから、可変バルタイでしたっけ、そうだよ、がついてるんですね、うん、この出っ張りが全然いいんだよ、あのバルブタイミング変わって下が開けるんですね、もう下バンバン来るだろ、下バンバン来るんですね、でタービンってよ、いろんなのあんだけど、ドリフトなんかだったらもう350、60で十分なの、そう僕もどうせ巻いちゃうんだから350ぐらいでいいなと思って、ただあの結構下が欲しい、下っていうか、うん、その3000ぐらいからビューってきてほしいんですよ、 H ケースからよ、GTSS ってなんかわけでわかんない、タービン出てるわけでわかんないと、あれがなんかいいらしいんだよ、そうなんですか、うん、それちょっと使ってみんべ、そうちょっとなんか値段安いらしいから、そうなんですか、うん、実はチューナーの顔とは別にもともとかなりのシルビアオタクのおかちん、選んだパーツはストックのままじゃ使えません、そこで独自のスーパーノウハウが蓄積満タン加工しちゃいます、うん、楽しみな1号エンジン、このクラッチなんですけどね、これはニスモのタイプ B っていうタイプですね、でこのカバーとセットで加える、これカバーは一応設定750キロですけれども、このリスクとの併用で430馬力ぐらいでも全く滑らず使えるという代物ね、もうなんじゃこりゃ、ほんとラブリー岡ちゃんのマーク、ハードマークになってますよ、これなんか穴っぽくはチューニングってのは所詮趣味なんだから、それ遊び心は必要なんだよ、これね、オイルクーラー冷やすための穴、そうだよ、ラブリー岡ちゃんってこれ NA のバンパーだから開いてないんだよそこにでもハードマークにしなくてもいいのにねこれね次にね、このミッションなんだよ、小口に勝つパーツその2、うん、このミッションはシンクロ付きの6速だから、はいはい、確かあいつのってシンクロ付いてねえやつだ、あヒュインヒュインドグミッション、 あれはお前ドリフトには向いてねえんだよ、ああ、うん、お前も1号乗ってっか分かんだろ、ニスモの6速のおすこすこ入る、ええ、これも僕ら大好きなミッションだろ、はい、これはやっぱりドリフトには今必要な、俺も最適だと思いますね、うん、これね、小口を破るアイテムその3、これですね、そうだこれはよ、はい、1号メンバーなんだよ、これの角度が内さんはもうちょい立ってるんだ、はい、だからその辺でのこのジオメトリーの変化でウッドトラクションがどうかかるかっていうのが今回のテーマだな、 A アームって言うんでしたっけ、そうだなロアームが、ロアームこれを、これが内さんだったらもっとこうなってるってことですか、そういうことそういうこと、これが今こう起こして、うん、書くのにこうすごくトラクションから方向に書くってことですね、うん、そうだね、今回 の一番の目玉っていうことで、1号メンバーにこう変えると、それをちょっと紹介したいと思うんですけれども、各部のその強度を持たせてるっていう点でこういうフレームですよね、こういう部分がすごく厚くなってて、まあ簡単に言っちゃえば頑丈にできてる、それとですねサスペンションアームの取り付け位置が若干1さんと違うんで、やっぱり1号自体のトラクションの良さっていうのも、うん、このメンバーにもあると思うんで、その辺でやっぱりその1さんのダラダラとしたトラクションの抜ける部分が、少しでも改良されればそれはもう全然 OK ですね、キューちゃんキューちゃんですよ、キューちゃん、しかもガチャ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 オートマさぞかし大変だっただろうな、え乗れよお前、うん、お前が責任持ってエンジンをかけろ、よし、いや谷口よ、はい、エンジンかけっから今ターミナルをつけるから、はい、もしお前よ爆発するかもしれないから、え燃えた時はお前すぐ逃げろよ、マジで、うん、ちょっと待ってよ、俺だとお前よ分かんねえんだからよ、どうなるかは、とりあえず一回やってみるからな、おなんかいけそうだなおかけてみ、あかかんねえもしもし、しばらくやってからもう一回走ってるんだ、あダメだな、記念すべき第一歩は不発、なので店は間違えたかもしれない、まあこうやってね一発でかかんないとかそういうのが遊びの楽しさなんだよね、何やってんの、これ
ご飯食べてなかったから少しご飯食べさせてあげるわけ。そうじゃないとエンジンだってやっぱり谷口に乗られるっていうのが嫌なんだな。ライターのガスを手に入れて火つけるみたいなことやってなかった？エンジンかけて。当たり前じゃないかよお前。これ本当にガソリンでかかってんの？俺はこういうエンジンのかけ方する車なんだよお前。もしかしてさっきのなんかあのブレーキクリーナーみたいなやつが燃えてるだけでかかってんじゃないの？バカ野郎、もうそんなのとっくに燃えちゃってるからもうかかってる。お前だから朝の一発目は必ずシューシューシューってやるんだよ。大変じゃんそれ。大変って、チューニングカー乗るのはみんな大変なんだよお前。普通に乗れるなんて思うんじゃないよお前。ちゃんと動いてるだろう。やればできますね。当たり前だろお前。伊達にお前、うん、この道趣味でお前、俺シルビアだけで5台も持ってんだぞ。あのみんなやっぱり若者さんに4日って言えばできますよ多分。できるわけねえだろふざけるな。この店はね、八畳一間だから車1台入れたらいっぱいだから、みんなこう並んでね、うん、4日ずつ。ついに完成、谷口とオカチンがプロデュースした打倒小口スペシャル。外観はシャコタンのみですが走りで勝負だそうです。1号エンジンを GTSS タービンで340馬力付近にセットし、広い回転域でのパワーバンドを確保。そしてニスモ6速との併用でどのスピード域でもドリフトに持ち込める設定。もともとラジエーターやのオカチン、完璧な冷却系でエンジンのロングライフも狙っている。室内は腰からペダルまでの距離と肩からハンドルまでの距離、そしてシート高に谷口は一番こだわった。ゲージ類はノーマルのスピードタコに水温イオン系のみを追加、最低限の装備で行く。小口を意識してあえてスポット溶接マシをしない代わりに、聞くであろうあらゆる補強バー、ストラット、ラダー、リアクロスを組む。そしてサスペンションはショートストロークながらも足の動きの良さを売りにするオカチンの自信作。今回のバネレートはフロント6キロ、リア7キロの設定。そしてそのアライメントはクスコテンションロッドで微妙に調整。ブレーキはフロント S14 純正にリア S13 で前後バランスを取る。マフラーはあえて音量より音質重視で静かな JIC スパルタン501で行く。おお、どうだお前、できただろお前。できたじゃん。かっこいいだろお前。できた、かっこいいじゃん。いいだろお前。バッチリ。小口なんかよ、ダセーからよ、小口なんかよ。あのね、もう全然ノーマルからバッチリかっこいい。すっげえかっけえだろお前。なんだあれ、かっけえじゃねえかお前よ。かっこいいな、チキショー。なんだあれ小口、かっこいいぞお前。ちょっと負けてるかな、こっち。かっこいいな、あれ。かっこいいね、これ。まさかこれで勝負なんだ。これいいな。これ、うん。かっこじゃねえ。中身で勝負。ちくしょう。ガッツね。ガッツく。ちくしょう。谷口お前見てろお前。あれ全部パクってこの車に作ってやっからよ。絶対やっつけてやる。ちくしょう。負けねえよ俺は。あの IT 絶対つけてる。谷口対小口、ふと気がつくと夢の対決だね。これ
共にエスタイヤで勝負のこのリタ。わずか2周目にはドリフトしながらラップタイム1分3秒台に突入。これはもはやスーパーラップな領域。こっちが速いぞ。オーバーバー当たる。1号メンバーはやっぱり上手いぞ。あとこのミッション、これもいいね。4速のままで、4速のままでいくぞ。こっちの方が追いつくぞ。車の敵が岡ちゃんで、谷口はビリ、そういう感じかな。あ、俺ビリ。じゃあありがとうございます。まあまあいいや。みんなカメラ見てる人、テレビ見てる人、実際オンボード見てる人が分かってると思う。F1 スポーツの言うシルビア。走り込めば走り込むほど誰よりも速く走りたくなるのが人情ってもんだ。一体どうすれば最速マシンが出来上がるのか。2台のチューンドシルビアを使ってチューニングやセッティングを徹底解剖だ。そしてドライバーはこやつ。まあシルビアといえばですね、僕もね13、180、13、14、143台、しかも1号も1台、シルビアといえば昔は俺でしょう。ドリオ君の言いたい放題インプレー、いってみよう。今回テストコースに選んだのは日光サーキット、テクニカルなレイアウトのコースだ。こちらですね、 S14 の2835ポン付け仕様で、こちらの S15 がですね、エンジンからボディまでのフルチューンのスペシャル S15。まあ今日はですね、この2台をちょっと乗ってみてですね、どんなものなのかちょっとインプレッションしたいと思います。お金をかけすぎずに楽しめる14ベースのポン付けタービン仕様。せっかくビデオ出るんだから、お前もっとワックスでかけてこいよ。ホイールとかも汚いな、お前。エンジンノーマル、ノーマルだよねこれね。カムとかもノーマル、エンジンは本当にノーマル。それに、ちょっと大きめなインタークーラーと、どっかのタコ足と、このタコ足はどこの、はい、ヤシオヤシオファクトリーのタコ足と、HKS の2835タービンと。 S14 定番チューン代表、HKS GT2530 タービン仕様。ヤシオファクトリーのフルエアロは決まっているが小汚い。ヤシオチューンによるこのマシン、基本的にエンジンはノーマル、 SR とのマッチングには定評のある2835タービンとの組み合わせだ。壊れにくく扱いやすいエンジンフィールは SR チューンには実績のあるオカチンの腕の見せ所。給排気は Z32 流用のエアフロとヤシオのタコ足で最適化している。
足回りも野手をコンプリート。タイヤは BS の RE540S。 走りを意識した17インチのフィーリングはどうか。よくねブレンボー前だけ使ってる人いるんですけど、前だけ使うとどうせもねフロントばっかり効いちゃってリアのバランスがすごい悪いですね。で彼らはリアも変えてるんで、ブレーキのバランスは非常にいいはずです。シオファクトリーといえば口とあの皮の悪い変な親父のとこですけど、なかなかいい車作るんでちょっと楽しみです。行ってみてます。この一応は2835タービンです。比較的 GT タービンの中では大きい方かな。結構ね上まで回るしね、すごいいいですよ。ちょうどいいんじゃないかな。上級車でもこんだけのパワーあれば十分で壊れないしね。で足も比較的よく曲がる。ちょっと跳ねるんだけどよく回るよこれは。まあ、一番羽根が使わなくてサーキットは結構楽しめる仕様だよねこれは。こんぐらいパワーあればもう全然十分って感じ。もうちょっと控えめでいいやって人はやっぱ2540あたりがちょうどいいんじゃないかな。ああ疲れた。ターボというかね、あの NA のチューニングカーみたいなイメージのエンジンフィーリングになるんですごいいいですよ。そこそこ下もあるし上がカーンと伸びるし、だ高速道路なんかねバーンと引っ張るとすごい気持ちいいです。ドリフトグリップ両方問わず使えるんで、このぐらいが一番お金かからなくてパワーアップもできてコスト的にも安いし、一緒に使えるんじゃないかなと思います。あのお金ばっかりかけちゃうと結構コストもかかっちゃう、維持費とかね、このぐらい十分じゃないかな。ハンドリングはねすごいいいですよ。本当フロントが入ってくるし、ただねちょっと跳ねちゃうところが若干あるんですけども、常にこう四輪の接地感は出てるんで、まあ、すごいいいんじゃないかなと思います。こちらは本気仕様の S15 実力チェックだ。ちょっとオーバーフェンダーになってるんですか、フロントもリアも。ええ、3センチ。3センチ、フロントもリアも3センチ。そうです。こうなんかラインがノーマルっぽくて結構かっこいいですよね。ありがとうございます。ワイドフェンダーはニスモベースの FRP 製。エクステリア各所にオリジナルで手を加えている。リアウィングはヤシオ製をカスタマイズ。エンジン内部も細部まで手が加えられ、排気量は 2020cc までアップされている。エンジン上部はロッドで固定され、車体の安定に一役買っているようだ。タービンはアペックス、RX6 TCW15 で 450PS もの馬力を引き出している。室内のリア周りはロールバーで補強。これだけのチューニングとなると追加メーターは必須だ。ミッションはトラスト6速。なかなか本気仕様だぜ。足回りは PCR。 リアスプリングは8から12キロのバリアブルだ。メインコースは仙台ハイランドのこのマシン。日光での走りはどうだ。大体ノーマルと比べると150キロぐらいの軽量感持ってるそうです。まあ、ということでこの車をちょっと乗ってみたいと思います。まあ、パワーはすごいあるよ。ただね意外とこういうサーキットでは使えないパワーの出方なんですよね。ギアをつないでもすぐにつながりも良くないし、一気にトルクがわっとくるような感じだから、04とかにはいいエンジンかもしれないけど、サーキットではねちょっとすごい難しい、逆に乗りづらさが出ちゃうエンジン。パワーはこんなにはいらないと思うんだよね。足もちょっと硬いというか、リバウンドストローク、イン側がねすぐにね接地がなくなっちゃって、それでトラクションもないし、ブレーキングのゴセクとイン側がすぐロックしちゃうし、ちょっと乗りづらいな。ちょっとあの癖がありすぎる。
回のシルビア特急、僕はこの2台で終わりですが、シルビアやっぱいい車ですね。欲しいな俺も。今の 1AT が熱い。その最新チューン、マニア受け売り情報発信、ピッケがいいってもんだ。一三といえば 1AT でしょ。1AT といえばドリシャでしょ。で、今日はそのかっこいい 1AT に乗っているこの2人、伊藤くんと川端くんに来てもらいました。でちょっとスペックとか聞いてみたいと思います。そのスタイルは今時の車の購買欲をなくすほど気持ちいい。伊藤 1AT はこの車高でもさすが動く。なぜ？さて伊藤くんの 1AT ですけれども、これはもうすごい低さだね。多分これを見て憧れてこの車高にするやつはいると思うんだけど、じゃあ確実に壊しますね。壊す車を。ショロアームとか動くようにして、うん、とハウス内全部叩いて、あ、いや、こう動いたらハウスが当たっちゃうんだよね。あとオイルパンの下をガードしたり。13ってさ、マフラーの位置って低いよね。14とか15よりも低いよね。低いですね。もう地面すりっぱなしになっちゃわないの？そうですね、普通その辺の市販のつけるとそうなるんで、うん、俺の場合はですねフロアを叩いて、うん、フロントパイプワンオフでできるだけ上に上げて作ってもらって、うん、マフラーもそれに合わせて上に上げて作ってもらったんです。ワンオフ、なかなか真似するのは厳しそうですね。低ければいいってもんだという伊藤義則、その車高ゆえに走りを犠牲にしていると思われがちだが、イカ天上位入賞の実力が証明している通り、そのマシンメイクは高次元。この 1AT はレーシングカーでねえのにこんだけ走り横に向く。プラモデル感覚でいじり倒す伊藤、オタクだね。あったく消音効果ほぼなし？ほぼないです。なし、はい。近所迷惑仕様で、はい、チタンのパイプだけなんですね。中のウール抜いちゃったんです。ホイールは17、18の GTR サイズの T37 です、ね、今これが流行り、流行らせたいですね。流行らせたい。かっこいいもんね。なんかノーマルっぽくなくない？これ広げ、折っただけ？広げただけ？折って叩いてパテで成形してあるんです、ね、これで後ろは当たらない？当たらないです、大丈夫ですね。まあ、内側にこう入ってっちゃうからね。そうですね。日頃からこの車高出してんの？走ってます。今は通勤もこれです。これリムがかぶり気味なんだけども、これがかっこいいんですね。かっこいいよね。この車載カメラではっきり確認できる異常な低さ。トラクションがかかった時点でホイールアーチがフェンダーの内側にめり込む。ドシャボタンは通勤可能。でもこの車高に合わないスタンドと駐車場は進入できないそうな。それって不便。デートは無理。ラブホは進入できない。そんなわけない。これブレーキがブレンボなんだね。そうですね、33 GTR の流用して。これにした方がいいの？モーターはでかいからモーター重たいよね。重いんですけど、まあ、見た目でかっこいいし、ね、なるほどね。この低さで、はい、走れるこの足はなんか特別な足なの？普通のイケアホームミラーのキットポン付けだけです。じゃあイケアで売ってる吊るしのやつというかその普通のやつをつけてるだけなんだ。そうです、ね、はい、アライメントのこだわりとかは？アライメントのこだわりは特にないですけど、うん、まあ、乗りやすさ重視で、塔は前後ともに、ゼロで。そうです。で、あとキャンバーが、まあ、見た目そうですね、まあ、見た目ですね。割と見た目重視で。そうです。あとは後ろのエアームの付け根とかも一応鉄板当てて補強入れて。エアームの補強、はい、よく走ってるとそこ割れてくるじゃないですか、はいはいはい、クラック、うんうん、その防止も含めて、まあ、補強にしても車庫端このそうですね、ちょっと非常識っていうか非現実的なこの車高用 の補強の仕方というか、はい、なるほどね。なんちゃってでなく、マジモードでドリフトしたいなら補強はしなくちゃいけないっしょ。当然走りも補強は必要で、伊藤も常にテクを鍛える。その切れたドリフトはなんちゃってでね。他にこれの車の特徴的なところは？エンジン、1号のエンジンが乗ってます。あ、そう、はい、もうかっこいいねこれ。1号エンジンに TG06 ポン付けで。ウエストゲート？はい、そうなんですよ。カムノーマルなんですよ、うんうん、で、中速に重視で一応カムになって、乗りやすさ重視。そうですね。
これね、ライトなんか青っぽく見えるんだけど、これ何？実はそれキセノンなんですね。キセノンなの？ただ今のキセノンって最初が青くてあと黄色っぽくなるじゃないですか、うんうん、それが嫌なんでガラス自体をブルーレンズにしてるんですよ。これはレイブリックかなんか。そうですね。ああなるほどね。今からでは必要なチューンだよね。そうですね。やっぱ外見を決めてライトをこう、古い車のそのしょぼいライトじゃダサいもんね。大事大事。180の、 あの車高は指1本が基本なんですけど、ホイールとフェンダーが指1本も基本なんです。なるほどね。でライトは？ライトはですね、指3本が基本なんですね。180はこれは180のルール、はい、こだわりです。バカだね。13ボディに15エンジンプラスポン付けタービー、これが今ですよ。今流の S13-180 チューン、セットが決まりましたから、モリモリであまり切らなくていい、これだな。キューポコあるか、大事してるだけにドリフトにつきもののこれですが、ショックは大きいわな。ハーブの180は最新のチューンがふんだん、よく曲がり素早く立ち上がるが基本。そのスペックは果たして。さて、続いて10年式180を最近購入したばっかりの川端くん。この180、これまた土車庫タンだね。この車庫タンで、はい、のなんかこう特別な改造方法みたいな。そうさ、とりあえず基本的にも上を叩き潰したってフレームは、はい、でそれでも吸っちゃうんで、うん、鉄板すり減っちゃってなくなっちゃうんで、ボディが。そうですね。なくなるの？はい。アーム類とか何も変更なし？アーム類はとりあえずは13アームの1音ナックルなんで多少下がってるんですけどね。テンションロッドをピローにしてるぐらいですね。アライメントとかにはこだわりは？そうですね、別にアライメントテスターにかけてるわけじゃないんですけど。かけてないの？自分で走ってみたのと、あとこうやってほうきでホイールに当てて左右を測って。ちょっと待って待って。こうホイールをこうほうきに当てる。ボディに当てるの？いや、ボディホイールに。あ、ホイールに。で、それでボディとのクリアランス、ボディとのクリアランスをこうメジャーで測って。これ変わるから、この辺すごく。メケンキャンバー適当アライメント、それでもいい。実際はこの走りが可能。めちゃくちゃいい加減な足のセットみたいに粗いだけのドリフトに見える川端だが、走りの実力は今が旬。これだもん。これブレーキはまたゴージャスなブレンボがついてるね。はい、そうですね。これの方がいいの？具合がはもう見た目。あ、やっぱり見た目。180のノーマルって結構しょぼいのがついてるんですね。それだからまあこの方がローターもでかいし、タイヤのホイールの中が、そうですね、はい、ね、でかくてかっこいいよね。ブレンボが欲しくて欲しくて。定番となった R33 ブレンボポン付け、ただしリアサイドブレーキのインナーシューが苦手な方はリアはノーマルのままがいい。R33 より R34 ブレンボはキャリパーがゴールドアルミになったので、手に入ればすぐに流用だ。で、このエンジンの仕様は？仕様は、本体ノーマルのカムと、あと、補給類ですね。カムと補給類。はい。タービンは？タービンはアペックスの X のままでタービンですね。へー。馬力はどれぐらい出てるんでしょう？は300半ばぐらい。あ、やっぱ350ぐらい。ドリシャはやっぱ350ぐらいが多いっすね。あんまり上げちゃったら、ね。あ、そうですね。ミッション壊れますね。いろいろね。不具合が出てくるよね。ミッションは何？OS の三速クロス、ね。あ、三速クロス、OS の。はい。ノーマルミッションだったらすぐ壊れちゃうんで、壊れちゃうの。三速クロスにしたらちょっとマシになったんですけど、それでも強くなった。つい最近壊しちゃって。あ、そう。またちょうど中古出てきたね、それ買って。パワーで壊れちゃうの？乗り方で壊れちゃうの？あ、両方ですね。両方。OS のクロスっつったら、はい、どうだっけ？123が高い。ハイヤードになってるんだよね。で、4、5はノーマルっぽいんだよね。ノーマルですね。はい。ノーマルのファイナルのままだと、
1足2足とかがあのすごくこうどこまでもブーンっていっちゃあの伸びていっちゃうってことだよね。そうですね。そこでみんな3人入れてこう振っていくんだけど、はい、2でいけちゃうと。でそれはどうもいけてないなって。そうだね。でそのファイナルギア落として、うん、その2のギア比をちょうどこのノーマルミッションのファイナル 4.3 ぐらいのところに多分来てると思うんですよ、うん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 、でちょうどシフトアップした時にみんなよりもでも回転高いみたいな。はいはい。ミッションをクロスレシオにしてファイナル比を上げる。これは今時結果的に安く楽しく走れるドリッチュー。ミッション壊して何回も乗せ替えるよりいいかも。SX は守備性の高き僕たち永遠のベースマシン。最終型マルテール180を格安で買えればもう申し分ない。間違いなく名車になるな。シルビア 180SX S131415 の乗り方比較、行ってみよう。 Here we go。 未だに全国ドリフト野郎の絶大なる支持を得ている SR20 エンジン。そしてまさにドリフトをするために生まれてきたようなシルビア 180SXS13、S14、そして S15 まで進化していくシルビアのギュギュッと効くそれぞれのツボ。アフターファイヤーの谷口、手取り足取りお見せします。うわー出た。横浜から来た大森と申します。なんでこの車に乗ってるかっていうと安いからです。衛星画面式の 180SX、 以前 S13 シルビアに乗ってきたものの廃車。エンジン周りが無事なのをいいことに3万5000円で180の側だけ購入し、中身をそっくり移植した。基本的に一貫はこの気軽にドリフトが楽しめる仕様というか、角度命、このフルカウントで回らないこの感じ、シャーシ合成がちょっとあんまないんで、その辺をまあロールバー入れてやったり、まあ、ラダーバーとかクロスバーとか、 なんか補強バーを入れてやるとよりちょっとこうグネグネ感が減ったりとかして、まあ乗りやすくなったりすると思うんだけど、あとブッシュとか、まあ、テンションロッドとかコントローラーとかの、 強化ブッシュにしたりピロにしたりすると、ちょっと14とか15に近づいてどんどん近づいてくるんだけど、まあ、基本的にはやっぱり13の味は変わらないけど、それがもうちょっとこうリニアになって乗りやすくはなって、トラクションもかかる方向になりますね。17インチ入れたり、ハイグリップの太いタイヤ入れたりとかするのもありなんだけど、ボディが結構弱いんで、そしたら補強とか入れなくちゃいけなくなるんで、まあボディ補強とか入ってない車とかだったら16インチとかの方が多分マッチングは合ってると思います。やめてこんにちは、アリサです。私の可能性を最大限に引き出してくれた車。エビスサーキットの支配人、熊久保のチャンピオンマシンをそっくりそのまま譲り受け、 S15 エンジンに乗せ替えて日々ドリフトに精進。前回行われた第1回ギャル東日本大会で大暴れしたマシンの一つ。
13と15の間の辺というか、トラクションも13よりマシだし、楽しさは15よりも上だしという車ですかね。すごくコントロールもしやすいです。ボディ剛性もあって乗りやすい、実に乗りやすい。1号よりも、なんつうの、楽しめる場所、幅が広い。広いっていうのは、まあ、要はピーキーじゃないってことね。1号よりはマイルド、まあ、13よりはシャープだけど、本当乗りやすいな。14とかはね、だいたいまあクスコさんとかの、アーム類を入れたりするとカッチリ感が出てすごく乗りやすくなるんだけど、もともと幅も広いし、コントロール幅も広くて、13よりはトラクションがかかります。13の方がやっぱりフルカウンターで耐える時間が長いです。14の方がどっちかというと、まあフルカウンター時の耐える時間は短いですね。まあ気軽に増えるっていう点では、まあ、1号の方が上なんだけど、でも速さがその分加わってる。で1号と比べると1号よりは楽しいけど、1号よりはトラクションがちょっと少ない、そんな感じで、本当にこう2台の間の辺の車ですね。だから一番俺は14がドリフトには向いてるんじゃないかなと思うんですけどね。86から S14 に乗り換えてシルビアにベタ惚れの谷口。速さと美しいライン取りで有名なこやつの次なる愛車は S15。 この車が本来持っているトラクション重視のセッティングをそのまま自分のものにして乗りこなす。1号はですね、もう速さのみというか、楽しさとか使いやすさ、使いやすさの幅はまあまだありますけど、楽しさみたいなの辺は随分減ってますね、13、14に比べると。その代わりにトラクションとか、シャープさはすごくあります。あとボディのしっかり感とか、そういうのも全然13とか14よりは1号の方があるね。フルカウンターで耐える時間は非常に短いです。13、14に比べたら全然ほとんどもうフルカウンターはダメと考えた方がいいぐらいです。1号の方はどっちかというと浅くて角度浅めでアクセルガンガン踏んでいく走り方で、 S 字もパキパキってこうすごく切り返し速く、とにかく速く走るのに適した車ですね。もうどっちかっていうと走ってて13とかはこうワッハッハッハってこう楽しみながら走るんだけど、1号とかはもうマジモード、真剣に走んないとちょっと決まらないっていうような感じがありますね。角度浅めで、角度浅めでフルカウンターはなるべくかけない、フルカウンターすると回りやすいんで、浅めで走る、浅い角度でガンガンアクセル踏んでどん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 前へ進んでいく、それが1号ですね。でフレーム剛性とかもすごいあるんで、切り替え速度がすごく速くて、もうとにかく速いで、俺とかでも乗っててもう気合入れて走んないとドリフトできないような車です。ボディ補強もそんなにいらないし、ブッシュも多分あんまり固めちゃうとどん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 ピーキーになって乗りにくいから、1号はあんまりやらない方がいいかもしれないです。タイヤホイールと足とデフ、14とか1号はノーマルタービン結構いいんで、俺は結構ノーマルタービン好きですね。ブーストアップで十分な気がします。3台を比較すると楽しさやトラクション角度の部分が大きく違う。当然それぞれのいいところを引き出して乗ってあげるのが車への礼儀ってもんだ。そのためにも自分がこんなドリフトを目指すなるものがあるってことと、自分の腕がこの辺のレベルってことを把握するべし。ところで一番気になるのはお値段。現在のシルビア180中古車相場はご覧の通り。さてどれが買えるかな。
編集に追われうっかりプレゼントを忘れていたスタッフでしたが、各メーカーさんから豪華な商品をたくさんいただいてまいりました。レース屋さんが作った LSD 用オイル、引きは折り紙付き。続々レース車両が登場する来年のニスモカレンダーを4名様に。谷口一さんにも装着したシフトノブ、扱いやすさ一級編、黒と白、希望の色を忘れずに書いてね。エッジケースから電子式ブースト年圧油圧の追加メーターを各1名様に。カービン変えたら次はこれでしょう、噂の264カム。プライデーター御用達、エッジケース強化バルブスプリングを1名様に。シフトミスもなくなるね、 FET レーシンググローブを各1名様。クスコからはさらに改良が進んだ MZ タイプ RS、 当然ワンウェイ、ツーウェイと好みに応じて切り替え可能。グリドリどちらにも有効な構成パーツ、ラダーバー、ボディも守れるでしょ。おかちも絶賛したフルバケ、本編で使用したマキシスもどうぞ。 CCX はストリートからサーキットまで対応する高バランスパッド、湾岸車庫端仕様の180といったらやっぱりこれでしょう、 T&E フロントバンパーを1名様に。今時の音質うるさくないスパルタン501マフラーのサブ太鼓付け、欲しい写真も忘れずに書くべし。アンケートハガキに番号忘れずに記入して送って、あっ、バイセンブ。ついに新創刊、コアドリフター系ビデオマガジン、ドリテンビデオ。待望のボリューム1はイカ天全国大会の覇者上尾和弘とスーパー86を徹底取材、勝てるわけをズバリ収録。農研からはドリフト君に超お役立ち、簡単でよく聞くブツを紹介。そしてついに暴いた深夜の行動イカ天会場スーパーライブ。イカ天ギャル西日本大会。そして何といっても目玉は西とイカ天ギャル大会、東日本のギャルを上回るブチ系走行が超見もの。総勢35名のムチムチケツブリ姉ちゃんの秘密をドリキン率いる絶対スケベ審査員が猛追。鼻血大量出血ご注意です。チャンピオン先行ブラボー、カリスマ栃木弁ドリフター小口義則。簡単なようなんですがすごい難しいんで、彼が自分で作ったという誰もが痺れる夢の180をシェイクダウン。今回ビデオでマシンとテクニックを徹底的に暴きます。新装刊ドリテンビデオ好評発売中、購入は電話一本でお宅へお届け、ビデオオプションダイレクトも便利ですぞ。フリーダイヤル 0120-733-220。 一番売れてるカービデオマガジン、ビデオオプションボリューム82、ボツの合わせる年末12月26日発売後、緊急告知。待望の台湾勝負、ドヤレアチューニングカーどっち、アメミヤ FD VS マインズ 34R。 日本一早いと言われるこの2台を、私が乗ってみて何秒出るかな。つくばスーパーラップスペシャル、親父ドリキン土屋圭一がこの宿命の対決のドライバー、本吉オリド、ラーマン山田ほか、ビデオオプション歴代メンバー多数出演。全車オンボードカメラ搭載、その走りを体感し映像ならではのこの迫力実感してください。バカ野郎、俺何やってんだよ。悩む青春まっしぐら、今回の暴走一家ミトノットレーシングは峠の暴走族初のサーキット走行、しかも巣鴨沿いのレースときたもんだから、これはもうすったもんだで、なぜかオルトンマグモがサンデーレースエントリー。
趣味だから全開ぶっこいたるぜと鼻息全開プロドライバーを忘れたストリート魂 120% のビデオオプションボリューム82は12月26日